カです、12月のね2日のお話をしていこうと思いますが、相変わらず、声がこんな感じですけど、まあ完全にの、はい、声がこんな感じなんで、うまく喋れませんけど、12月の2日の、一言日記をねしていこうと思います。今ちなみに、薬を買いに歩いてます。まあ散歩がてらにね行ってるんですけど、はい、ね昨日は練習がありまして、非常に僕自身感じたことがあって、正直強度がめちゃめちゃ低い練習の、まあずっとリハビリしてて、チームとね一緒に混ざって練習することはなかったんだけど、相当低いと思う。球際はいかないし、別に球際が全てじゃないと思うよ。で正直スタッフ陣は試合について考えてビデオとか作ってやってると思う。できる努力はしてるし、メニューのもいいと思う。ただ選手がそれをトライしないし、選手がそれをやらない。球際も行かなければ行かないから、抜かれても抜かれっぱなし、取られても取られっぱなし、そういうところが正直試合に出てると思うし、なんか日本人的な考えなのかわからないけど、練習でできないことが試合でできるとは全く思わないし、そういう小さいところを積み重ねていかないと勝つっていうのは簡単なことじゃないから、別に局面を一気に変えれる選手がいるわけでもないし、なのにそれをやらないことに対しては相当歯がゆく感じてる。もっとできるはずの選手がやらないとか、まあ、特にベテランの選手がそれを放棄してるよね。それは非常にまずいことだと思うし、それで若手の選手も捨てられてやらない、まあ、非常に良くないリズムができてしまってるのは間違いないと思う。僕自身も、それは変えないといけないと思うし、昨日話したけど、ただでも僕はここで満足しちゃいけないし、でもやっぱりそのこっちにはこっちのルールがあるから、そのルールに従うのは当たり前なんだけど、ただ自分のためにもサッカーしなきゃいけないから、やっぱり僕は持てる力を日頃から出して100%やって、でしっかり休むときは休んで試合で表現する。確かに怪我が多くてみんな怪我にビビってるのは分かるけど、それでもやっぱりやんなきゃいけない。そこでビビってないでと思う。まあ、そういう、なんだろうな、負けに慣れてしまってる今の順位にいることを危機的に感じてない選手が多いからこうなっちゃってると思う。ただまあ残されてる時間もないから、今日の練習とでも明日は試合だから、まあ、しっかりといい準備、自分は準備して、まあ今日は軽いからね、明日試合だから準備して、まあ自分のパフォーマンスをしっかり上げようと思います。まあそこだけを意識してやっていこうと思うし、まあ絶対に勝てるように勝たなきゃいけないし、まあ意識してプレーしたいと思います。まあそういう状況だけど、自分はポジティブに気持ち持ってやっていけばいいかなと思ってるので、そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。ではまたね、今日の分も撮りますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ではまた。